南ウラル大学にあるアフメイロフの記念碑、イスハーク・アブドゥロビチ・アフメイロフは、ソ連の職業的諜報員、チェキスト、大佐、チェリャビンスク州トロイツク市出身のタタール人。イスハークが生まれた、数ヶ月後に、父が死に、母親の実家で育てられた。1912年、祖父も死に、学校を中退して、働きに出た。ロシア革命後、中東教育を受けた。 1919年、共産党に入党。1921年、東方諸民族共産主義大学に送られ、1年後、第一国立大学国際関係学部で学んだ。1930年に大学を卒業し、国家保安機関に採用された。1930年から1931年、ブハール共和国のバス町との戦闘に参加した。百三十二年、 統合国家政治局外国家に移り、外務人民委員部での短期研修後、中イスタンブールソ連総領事館の初期官として、トルコに派遣された。1934年、イリーガルとして、偽名で、中国に派遣。中国では、アメリカンカレッジで2年間学んで英語をマスターすると、同時に、中派な日本大使館に対する工作を遂行した。1935年、 イリーガルとしてアメリカに派遣される。アフメイロフは身分を合法化することに成功し、国務省、財務省等にエージェントを獲得した。その後、諜報活動のために西欧諸国、中国に派遣。1942年から1945年、在米非合法支局を指揮し、エージェントの助けで政治、科学技術、軍事情報を中央に送った。 1945年、12年間の非合法業務を終え、ソ連に帰国した。帰国後、非合法庁法部の副課長に任命。世界各国に短期出張し、イリーガルとの連絡回復や援助に関する作戦を指揮した。モスクワで死去。彼の存在は、長年一得されてきたが、死後25年経って、ようやく資料の大部分が公表され、ジェリャビンスクに、 彼の記念碑及び銅像が設置された。赤旗勲章2個、名誉気象勲章、名誉チェキスト教章を受賞。ロシア語、タタール語のほか、トルコ語、英語、フランス語を自由に話した。ありがとうございます。